ミッチェル・レズニックは、MIT メディアラボにおける、ラーニングリサーチのレゴパパートプロフェッサー、大川センターのセンター長、ライフロング・キンダーガーテン・グループの代表であり、現在は、メディアアーツサイエンス・アカデミック・プログラムの長でも、あり、MIT メディアラボで、終始、PhD を取得している。レズニックの研究グループでは受賞歴のあるソフトウェアで、 あるレゴマインドストロムズの基礎となったプログラマブルブリックスやストルロゴといったデザイン活動と学習体験が連携した新たなタイプの様々な教育ツールを開発した。また、コンピュータクラブハウスという恵まれない境遇の地域の若者に向けた受賞歴のある学習センターのネットワークの共同創設者でセンター法シビックメディアの共同創設者及び 共同主任研究者でもある。レズニックのグループは、スクラッチと呼ばれる子供たちが簡単に、アニメーション、ストーリー、ビデオゲーム、インタラクティブアートを制作できる、新しいプログラミング言語を開発した。また、レズニックは100ドルラップトッププロジェクトで、次世代プログラマブルブリックスにも関わっている。ペンシルバニア州のハバーフォード高校を卒業し、1978年に、 プリンストン大学にて物理学の BA を取得し、1988年と1982年にマサチューセッツ工科大学にて計算機科学の MS と PHD の学位を取得した。ビジネスウィークの科学技術ジャーナリストとして5年間活動し、教育でのコンピュータ利用を幅広くコンサルタントした。 1993年には、アメリカ国立科学財団のヤングインベスティゲーター、賞を受賞した。著書には、非集中システム、共同編集には1996年の、カンストラクチャネザムインプラクティス、デザイニング、シンキング、アンドラーニングイン、エーデジタルワールド、教著には2001年の、アドベンチャーズインモデリング、エクスプローリングコンプレックス、 ダイナミックシステムズ・ウィズ・ストルロゴがある。2011年にハロルド・ W ・マグロージュニア・プライズ・イン・エデュケーションを受賞し、ファスト・カンパニーが選ぶビジネスで最もクリエイティブな人物100人に選出された。ありがとうございます。